いや、それはそうなんだけど、その前のターンもそのエレキバイタルに行ってるから、はい、確かに。まあ、そもそもメインの配線だけやってエレキの勝ちタスクやりてえなって思う気がするんよな、エレキの勝ちがある場合によるけど。瀬戸畑迫とメインかな。あれ畑迫だったよね今ね。停電ナウ。まずバイタル5秒、バイタル5秒。はい、真ん中と右が勝ち合って気まずくなって触んなくなったの。ああ、じゃあそれ俺ですね。うん。畑迫ってど、今ね、どこ脇？貨物脇です。貨物か。誰と見間違えたんだろう。緑プテか。タケネロメイヤアーカイブ脇。あ、バロラントで鍛えたはずのエイムが、ネロちゃんがアーカイブに戻っていった、ね、バンバンバンと。いい感じだ。ラウンジアイセンもやりたいけど、エレキのガチもやりたいよね。エレキの勝ちやりたいね。よし、エレキの勝ち。から貨物ネロちゃん、竹尾さん。ハロー、マオさん。あらマオさん。あ、停電明け以降に死んでます。停電明けすぐにバイタル見たら死んでなかったです。おう。じゃあもう7秒ぐらい。あ、そもそもあれか。37秒ぐらい。竹尾さんとネロちゃんは左っぽいっていう意見出ます？いや、まあ、右で見てないのよね、マオくん。出てたよね、多分ね。開幕魔王さんと一緒に湧いてるわ。そういえばどこエンジンで湧いてます。エンジンだったかね、確か。俺がほんとね、キッチンに行って、あれ違うな、あれ今のターンだよね多分。そう、うん、で魔王さんどこ行ったかな。宿舎方向かな。同じ方向には行ってない。あ、本当に左側には行ってないかな。今のターン僕キッチン脇か。合ってないな、僕魔王さんと、確かプテとキッチン脇やったから。あ、そうか。診察で僕会ったの竹尾さんと誰でしたっけ。俺ネロちゃんじゃない。阿部ちゃんは無理だと思うな。そうしたら、まあ、竹尾さんとネロちゃんも無理そうかなって感じがする。アーカイブ脇一緒で右に行ってんの確認してるから。俺はシャワーメイン、エレキ、診察バイ、あ、診察貨物って感じで最後に竹尾、ネロと会ってるから無理そう。そこの3人まで無理そう。竹阿部ネロなら無理そう。ネロと会う前にゲンさんとエレキだ。エレキの構造が、はい、7412って感じで。俺エレキ誰か。セットダウンロードやってるよね。武器庫で。武器庫でセットダウンロードやってる、ね。ああ、ダウンロード終わって今アップロードがちょうど今終わったところです。ああ、だからエンジンが左行ってそっちには来てないってことよね。そうです。来てないですね。僕もそこから来てるんで、宿舎側の情報としては全部開いてて、ミーティング奥は確認しないです。で、ヌーンは左になりました。全部開いてた。誰が開けたの？僕がじゃあ3番手だ。僕今ミーティングはしご登ったところなんだけど、僕視点でも確かに扉は開いてたから畑さんが開けたと思ったけど、源さんはもう開いてました全部。源さんはメインエリックからメイン上がってシャワー方面行ってますよね確か。でシャワーでお会いしたのが赤メタさんで、私貨物で赤メタやミゲンで湧いただけようとしてます。で、赤メタさんは貨物ラウンジアーカイブシャワーという移動で、私は下回りでシャワーに移動って感じなので、赤メタさんは白で、ヤンミさんもまあ大移動がない限り大丈夫です。おー、今無理じゃない？診察だったり俺。じゃあ、ゲンさんも無理そうだから、基本左側の人間っぽいけどね。そうだね。左下行ったか、ミーティング行ったかみたいな。え、ほぼ肌さんと対抗になるのか。オニキだよね。なんでなん？なんなんなんでなんでなんでやねんねんねん。これプテがボタンを押します。
おにきだった。おい。おい、ナイボー。え、ね、そうだ。ナイボー。ナイストライ、誰がナイストライって言った？負けた？負けとるやんけ、もう。さっきのやつ、左でほぼ固定されるんだったら、僕視点でキッチン巻きがなくて、瀬戸が、エンジン巻きって言ってたけど、エンジン巻きの場合でも瀬戸が無理なので、はい。もう畑さんと対抗とかなるか。え、メインは弾くの？メイン来てる場合は、ワンちゃん私いけちゃうかな。赤目田さんと会う前に切ってたら、赤目田源がギリギリ。エレキってほぼない？ユニ取ってる感じ。エレキはない。僕の手はプテちゃんっていうよりは普通にあの金庫まであると思ってたから、あの展望から瀬戸さんがベントで行けるかなと思ったけど、いやないでしょ。金庫、金庫の場合ってだってエンジン沸きして金庫何してんのってなっちゃわない？え、だって宿舎の扉全部開いてたんですよ。だったら宿舎の扉は全部開いてたっていう証だから、ミーティング行ってそうだよね。だったらミーティング行ってそうじゃん。その場合は畑さんと僕ほぼほぼ対抗になるし、扉が開けた人がもうね、開けたってことが閉めてないってことになっちゃう。宿舎だけ。ごめんなさい、ヤンミちゃんの動きだけ確認してもいいですか？アーカイブコミュニティまでで、ね、アーカイブでダウンロードしてシャワーメインエレクトリカルで勝ち上げて新卒入っちゃう、うん、ほう。え、それ新卒入ったらネロちゃんとかですれ違ってる？すれ違いました。 俺の後ってことか。うん、あー、じゃあ大丈夫。多分ね、基本的にメイヤさんの後ついてった感じになってると思う。あー、そういうことか。メイヤさんがタワータスクかなんかやってる時に、あ、違うわ、配線か、シャワー配線、シャワー配線の時に、ヤミはあのダウンロードしたら見てるから。あー、そういうことか。ヤミさんが切れるとしたらメインぐらいですけど、メインに行った中に行ったらおそらくキルコリ溜まってないです。いや、溜まってんじゃない、メインに行く場合は。ヤミさんがメインになってことね、時系列の時は。え、てか停電直後に会ってるから、メイヤ、ヤミ、誰だっけ、あと1人、安倍か、この3人は無理だ。ヤミちゃんしてね、多分ね、安倍メイヤの2人がね前にいることになるから無理になるんだよね、うん、できるとしたらゲン、ヤンミ。あ、でもヤミちゃん無理そうだけどな。まあ、エレキメインだったら、ね、え、基本ハタプテセと、うん、でも、うん、多分ハタさん視点でプテがあんまなさそうに見えちゃうと思う。僕視点はめっちゃハタさんだけど、あとゲンです、ニジンが疑われても構いませんね。よりはできないところあり得る。疑うなら私だけにしよう。誰ができないって？赤目田さんはできない。赤目田さんは特にシャワーにおられたから。メタ無理、メタ無理、お店の無理。え、釣らないの？釣ってもいいじゃない。セットの動きなんだあれ。一回タオル拾いつつ止まってたな。セットもあるのか。むずいですね。プテ、プテが数から上に行った。おー、プテが死ぬんや。おー、プテめった。瀬戸さんだと思う。アーカイブダウンロード終わったらラウンジ方向に逃げていく瀬戸さんだと思うんだけど、瀬戸さんだと思う。多分を見て、この扉のところで、プテちゃんが死んでて、レポートで。バイタル見たら、2秒前にすぐに死んでました。え、僕ですか？あ、はい、いやー、これわかんねえなー。瀬戸ってでも、プテの証言的に厳しい、キル厳しいって発言をしてたからな。いや、あのね、違うのよ。あの、場所ってどこだったっけ？アーカイブとラウンジの扉のところ、うん、このキルはそうなんだけど、赤目さん、竹雄さんもね、そこにいたのよ。うん、まあ僕メインに行ってるけど、赤目さん左ね。赤目さんの視点はそうで、武器庫近辺で見ていて、近くにいたのがネロ、ゲン、ヤンミぐらいだったんですよ。うん、止め直したの誰ですか？俺。うん、ただこの3枚は、アーカイブのキルは絶対無理です。ダブルキルですよ。から武器庫入ってきたと思うんですけど、その後ってどこ行ったの？でもね、コミュニはいないし、うん、え、またさこ視点で窃盗は何秒前ぐらいにラウンジに行ったって感じなの？行ってすぐ今ですね。うわ、むついけど
これできるプテがクルーなんだったら瀬戸はキルできるぞって話を信じたいけどな。ちゃんとダウンロード終わってですね、キルロラ仕切るんやったら畑さんの方が使いたいんだけど、皆さんどこいんだ今回。俺は貨物でプテがダウンロードした時にプテが貨物から上に行くのを見てるんよ。で最後ラウンジのビリヤ台の下ぐらいまで行ってるから瀬戸と合わないのがおかしいなと思ったけど、畑さんが直近でって言うんだったら、まあ合わなくてもおかしくないなって。畑さんと人間界に見えてます。日本人逃げてくる、まあまあ、人を見たって言わなかった、畑さんも、ね、そう。いやそうです、だから俺いやだから時間をだから聞いたのよ。その瀬戸がそのラウンジに入ってからどんくらい経ったって聞いて、すぐ今すぐって言ったから、すぐだったら俺は見えるとこにはいないって。下のビリヤード台ってこと？そう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 。ハタサコ釣りましょうよ。いやいいと思う。俺もハタサコ派かな。プテが来るなんだったらハタサコ派。ちょっとでも俺がゼトさんをコールしたんでもプテが死んじゃったからって感じかな。いやプテが死んだからこそでしょ。うん。プテが死んだからこそ。まあ一キルで終わります。終わっちゃうで。セトマットまであると思うからな。普通に今の証言で。プテがクルーなんだったら、まあプテがクルーで瀬戸がインポスターだったら、瀬戸って普通にプテ殺した方がいいって思っちゃうけどね。僕の中では決め打ちなんだ今の釣りは。ナイス？ナイス。あら右が誰直し？右僕が直してます。まあ、さっきちょっと瀬戸畑に人外だっていうのが、瀬戸崎から畑さこへのなんか追求がないっていうのが僕的にはちょっとおかしいなと思っちゃって。いや、わかる。まあ、シャワーに直前に瀬戸朝日竹をいるタイミングがあって、その後アーカイブに行って、でちょっとした発見みたいな感じだったけど、それとはちょっと畑さこに行く。瀬戸まあマットは全然あると思うよ。畑さこから釣り押されてるって言って、ね、畑さこインポスター決め打ちするんだったら、鍋の動き聞いてもいい？僕が一応最終が、バイタル見てて、その2秒前に見たらすでに死んでた。いやそれはそうなんだけど、その前のターンもそのエレキバイタルに行ってるから。確かに。そうね。あ通ったって感じですけど。あれだ。キッチン石油エレキ。いやだからなんでエレキそんな行く必要あんのかな。下から通って貨物行こうとしたの。あれだ。アプロですか。石油アップロード、左側の他は助けないんだ。わかる。なんかね、安倍ちょっと変かなと思ってる今だから、そのバイタル情報もなんか噛み合わなくね。2秒前に見たら死んでた、だったらもう畑迫のレポートが意味わかんねえじゃん。今死んだみたいな話をしたら、あでもそれって畑迫はクルーの場合だから、そうなんですね。畑迫さんの情報が嘘だったら、そう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 、嘘の可能性があると思うから、うん、そこはね多分ね、その情報はん？安倍ちゃんがもし畑迫がレポートしてのさ、瀬戸畑そうだな。そうそう、瀬戸畑どっちしろ人外になりそうだな、その場合で。いやそうなのよ。だから瀬戸ね、多分ねシャワーにねいすぎな気がするんよね。初手でシャワーのタオルタスクのところで。あ、現在今日瀬戸さん釣りますよね多分。いや釣りたいです。でもう一個のキルの話もしたくて、私武器庫で赤目田さんとヤンミさんと私っていう状況があって、コミソバが治って私コミの中を見に行って、その後コックピットを見に行ったらコックピットにネロちゃんがいたという位置関係なので、私視点だと赤目さんが切りやすいのはヤンミさん、まあ、時点でネロちゃんぐらいです。アベレージは無理なの。アベさんもまあまあ経路的に大嘘だったらありえるけどって感じ。バイタル減るのって聞いてました、ね、てから。ちょっと確認はしたいけど。笑ってんじゃねえかも。あちゃき、どうしたの？お前、人外だな、おい。何も喋んねえじゃねえか、セト。まあマットなんじゃないかなって思うけどね。やっぱ動きはおかしかったよね。タオルタスクでさ、タオル1枚拾う
タオルタスク、タオルを入れる動きにしてはなんか動くの早いし、タオルを拾う動きにしては動くのか、あれ動くの遅すぎるっていう。うぃー、まあさすがに、まあ、あー、ゲンさんが死んだね。あ、ほんとだ。テナルト、あ、じゃあネロヤミじゃん。そうですね、僕的には、まあ、アベも入るのか一応。いや、でもな、安倍さん難しいかなと思ってて、うん、キッチン武器庫で入ってくる赤松さんを見てるから、お米前に、うんうん、だから、もう一回キッチンに戻って石油行かないと、安倍さん、そんなことないですか？エンジンに抜けるとか、そういうことになっちゃうかなってさ、僕はエンジンとかに抜けてるんじゃないかなと思ってたから。エンジンに抜けた場合、ゲンさんしか切れないんですよ。ゲンさんがネロちゃん疑った理由って何だったっけ？浮いてるから。いや、俺が込みから、込み終わった後に多分コックピットから出てきたから、天保とかで切れるっていう主張だと思う。まあそれか込み付近、まあコックピットで切れるし、はいはい、ただまあほぼ全部のサボは俺が直してる気がするので、俺はね、ネロちゃんよりもヤンミちゃんと阿部の卓かなとは思う。ほうほう、ちゃうけど。わかんない。そのなんかね、エンジン脇でネロヤンミアカメタでエンジンの左側行ったじゃない。で、アカメタとヤンミさんはしたいって、俺はコミでダウンロードしてたらね。で、ダウンロード終わって。あ、違うの？やっぱキッチン脇だから。あ、そっか。じゃあ違うかも。わかんない。まあ3人で湧いてて、アカメタはまあ速攻でキッチンの方に行ってるから。僕疑われてるけど、バイタル情報的に畑坂さん黒で6白にならないですか？わかんない。まあちょっとどこまで追うかだけど、僕はあんまりアベレージ。あ、本当に？うん、じゃあまあ優先順位的には僕もヤミちゃんからの方がいいかなと思うけど、うんうん、まあ釣り進行ならそうね。まあ原産の信じられたら闇じゃん。闇って最後どこにいるの？最後が、コミュエンジン通路。ボタンある？俺は押せる。あるかな。行きますか。じゃあ行きますか。ほーい。闇ちゃんから行きます僕は。やだ。バイバイ。やだ。ダメです。バイバイ。やだったのに。暗い。めちゃくちゃ疑っちゃった俺も。いや、なんかその話聞いたら俺もめちゃくちゃ怪しいなと思って、阿部ちゃんがめちゃくちゃ怪しくなっちゃった。アマンガスモンスターたちの。そう、アマンガス。エレキなんかも。アマンガス。アマンガスモンスターだからさ、ごめんね。モンスターたちの。